大門三岸君、えーえー。大門でございますあとと。あとの討論は行いませんので、本法案に、えー、一言、態度だけ申し上げておきます。えー、この本法,法案による剰余金を財源とする補正予算に反対だから反対ということになるわけであります。えー、主な理由としては、まあ、災害対策等はです、ね、必要でございますけれども。 えー、特にあの補正予算に軍事費を計上する問題とか、あとで申し上げますが、大企業の M&A、あと高級ホテルを作ろうという時の、えー、民間都市開発ですかね、まあ、そういうものに使われる補正予算のその財源となるというところから、反対だということを一言申し上げた上えで、質問しますが。 あの補正予算だけでなく本予算、本予算とも関わるんですけれども、えー、国際協力銀行、JBIC の問題を取り上げさせていただきたいというふうに思います。まずあの、財務省に、参考人に聞きますが、えー、補正予算と本予算においてですね、えー、財,財政投融資と外為特会から、J、JBIC に対してどれぐらい予算をつけたのか。 本予算とあ補正と本予算、合わせた金額で結構ですから、えー、教えてくれますか財務省、岡村国際局長、えー。お答え申し上げます。j ビ i c に対するう財政投融資の措置といたしまして、令和元年度補正計画と令和2年度計画を合わせまして、1兆4935億円を計上したところでございます。ままたこれに加えまして ジェビックの成長投資ファシリティの補完的減資といたしまして、令和元年度と令和2年度を合わせまして、外為特価において7,500億円の資金供給枠を想定しているところでございます。大門美樹君、えー、ありがとうございます。資料の1枚目細かいですけど、まあ、その内訳が出ております。それであのお、まあ政府保証も含めてですね、えー、大変巨額のお公的資金が j、えー、ビックに手当てされるわけでありますけれど、その資料の2枚目にありますけどその使い道のですの、ね、重要な柱になっているのが、j、えー、ビックが新しく作った、えー、成長投資ファシリティという、えー、制度でございます。で先ほどあった外為特価の貸し付け7500億円もこれに充てられることになっております。でこの まずこの成長投資ファ,シリファシリティとはどういうものなのか、まあ、先ほどもありましたけど、今あの、国会中継をインターネットで、ね、見られる方も多いんで、ちょっとわかりやすくです、ね、あの説明をしていてもらえますか。株式会社、国際協力銀行、林代表取締役副総裁。お答えいたします、えー。成長投資ファシリティでございますが、昨年12月5日に閣議決定されました。 安心と成長の未来を開く総合経済対策に基づきまして、日本企業の海外 M&A や、グローバルバリューチェーンの再編等の海外展開支援、および質の高いインフラ整備支援のため、創設することとされているものでございます大門三岸君そ。それだけですか、もうちょっとわからず、なんかないですかね。あのまずあのこの、私、のこのファシリティ問題、j ビ i c のね、 一番最初に取り上げたのは、えー、2012年なんですよ、でもう8年前なんですけどね、その次このファシリティという言葉そのものを財務省の、えー、政府参考に、ですね木下さんでしたかねと、その後事務次官になられましたけど、木下さんでさえちゃんと説明できなかったんですよ、ファシリティという言葉ですね。で日本語で言,言えばいいのにと思ってたんですけど、まだずっとこれ使っておられるんですけど、その その時々によって政府参考人も、このファ,シリファシリティとは何かという、ちょっと解説が違うんだけれども、あのこれ、日本語で言うと何になるんですか林副総裁、融資の,のための、まあ、制度、仕組みといった意味でございます大門三吉君。昔はあのメニューとかですね、えー、基金とかいう解説をされておられて、だったら、融資スキームとか、 なんかもっと普通の人が分かりやすい言葉をね、融資、まあ、支援制度とかですね、日本語で言った方がいいんじゃないかと思うんですよね、やっぱりカタカナを使うとうさんくさい感じがね、こうするんですよねな、なんかごまかしてるようなですね、であの聞いてる人も分からないということがありますので、まあ、そういうことらしいです、であのじゃあその、この中の外国企業の海外 M4D なんですけれど、 JBIC はすでに先ほど申し上げましたけど、私もずっと取り上げてますけれど多くの実績がありますけれども、そしたら、2013年度から2018年度、安倍政権になってから、この M&A のですね、何件やって、いくら支援,支援額がいくらになっているか、ちょっと教えてくれますか林副総裁、お答えいたします。 えー、2013年度から2018年度の過去6年間に行いました M&A の案件でございますが、累計で175件、えー、378億米ドルでございます大門三吉君。えー、378億ドルというと、約4兆円と思ってもいいですか、はいいその通りでございます林副総君 まあその巨額の M&A 支援が行われてきたわけでございますけれどもあの、麻生財務大臣に基本的な考えをお聞きしたいんですけどね、あの何度もこの問題取り上げては来てるんですけれども、8年前からですから、あの基本的にです、ね、在庫にしても外為特化にしてもです、ねまあ、公的資金ということである以上、なんでもかんでもってわけにいかないと思うんですよね、やっぱりあのルール、えー、あるいは厳格な。 あこう基準がですね必要かと思うんですけど、私、質問するためにずっと申し上げてきたんですが、最低2つのね物差しが必要じゃないかと、当然、対象とする M&A であれなんであれですけども、事業にあの政策的な必要性といいますか、公益性といいますか、当たり前のことなんですけど、それが必要ということと、もう一つは j ビ i c が支援しなければできない、民間だけではリスクが高いとかですね。 予震枠がそれを超えているとかいう民間が公益性があるけれど民間だけではできないと。 いうふうなことが最低限のねあの、条件にならなきゃいけないと思うんですけれど大臣のお考えを伺いたいと思います麻生財務大臣あの国際協力銀行、カタカナではありません、国際協力銀行っていうんですけど、これ JBIC とね、あのなんでな何代 JBIC ってよく言われますんで、あの国際協力銀行ですとお答えすることにしてるんですけれどもあの、この国際協力銀行において、資金供給数に当たりましては、これはいわゆる政府資金ですから、簡単に言えば、だから政府銀行みたいなもんですから、 そういった意味ではいろいろ今、いろんなところはそういったもう新興国とは言いませんけど、まあ、中国はじめいろんなところはそういった結構激しくやってきているところはありますけれどもそういったのに当たって一応、仮にも先進国の日本のやるこういった国際協力銀行ですから私どもとしては今、大門先生が言われたように言われた2つのテーマは絶対原則です。これれははははとと言っってもも一一番最大ののののの原則は民間の業務の保管っていうのは第一なんですけれどもあと2つはやっぱりその政策 これやるにあたってこれ作性の必要が高いと例えば資源のなんとかということになるとみんなこうどの銀行を手出さないところを国際協力銀行が出てくるとみんなうわっと乗ってくるというようなところがありますのでそういった意味では民業の保管プラス必要性の高いものこれはもう絶対だと思っております政策的な必要性が高い、まあ、国益予想とかいろんな表現やろうと思います。それから 今最初に一番最初に申し上げたのと重なりますけどちょっと民間じゃちょっと今一つちょっと度胸なくとかちょっとうちには大きすぎるとかいろんな形で各社みんなこう引いてるところにちょっと国際協力金が出ていくとあそこは行くならっていうんでみんなわっと出てきて結果的にそこそこの金がまとまるっていうのは資金供給が困ってる時にというこの2点というのは まあ最初のやつ含めまして3点かもしれませんけど、ど、まあ大きい言えば2点、この2つはあの大門先生言われて、ね、これはまずやるときの最大、最低必要条件だと思っております大門美樹君。ありがとうございますであの国際協力銀行は確かにあの、まあ、経済大国の日本が開発途上国のいろんな案件をですね、まあ あのそういう時代ももちろんありましたし、すべて何もね、否定的に見ているわけではないんですが、ただですね、この何年間できますと、このファシリティという言葉が出てきてからです、ね、どうもちょっと違うなというのが思ってき、えー、てるんですけど、資料の 3, 3枚目にですね、M&A の支援実績というのを、下の括弧のところに。 乗、えー、っ,っ,っけて、えー、ああの掲げてあの掲載されてますよね、でこれは j b ビッ c 自身が掲げる資料ですけれど、まあ、ソフトバンクによるアメリカの通信事業者であるスプリントの買収とか、ですね、えー、高田薬品とかですね、えーまあ、アメリカの企業までこう買収して、それに巨額の公的資金が投じられているということなんですね。で基本的に M&A というのはですね、 あの企業の個別戦略だというふうに思うんですよね、でそれを国が支援することに、本当に公益性があるのかということなんです、で今あの、大臣も言っていただいたように、ですねあの自力で資金調達ができるかどうかということもまたあるんですけれど、実はあのソフトバンクグループは、ですねあのもう大臣と何度でも議論している内部留保だって、 あの今、5兆、上上利益剰余金だけでも5兆6000億ですね、この何年か4倍にもなってるわけですよね、でついあの先日も、そのソフトバンクグループの一つであるあの通信子会社のソフトバンクは、ですね社債を1兆円も発行して、資金調達をしていると、まあ、独自でそれだけの力があるわけですよね、でなぜそんなところにまでですね、 あの公的資金を使って支援する必要があるのかと、j ビ e g なぜ、まあまあ例、例えば言うんだけど、ソフトバンク、なぜそんな理由があったんですか、支援する。林副総裁、えー、私どもが海外 M&A 向け融資について、ソフトバンクも含めて融資を行っている理由についてお話しさせていただきたいと思います。激しいグローバル競争における生き残りのたの,たた残りのため海外の、A、は 自社の技術力力や営業力を短期間でで向上上させる上で重要かつ有効なな手段となっておりますこうした海外 M&A は、我が国の経済構造全体のグローバル競争力強化に資するものと考えております。でこういった案件におきましては、自社と同規模の企業を買収する例も珍しくなく、企業規模にかかわらず、自社にとっての買収作機の相対的規模は大型化しております。 また短期間に一括支払いを行う必要性もございますので、長期借り入れを含む良質の資金手当が不可欠でございます。民間金融機関のみでは、そのような資金需要への対応が困難な場合もございまして、こういった観点から私どもとして融資を行っているわけでございます大門三岸君いやいやだ。だからね、ソフトバンク、は資金調達困難んんじゃないんですよ。自分たちで社債発行して1兆円調達するんだから。 自分たちでで資金調達困難でないんですよでしかも、えー、このアメリカのスプリントの買収なんてのはまさにソフトバンクの、ね、個別戦略ですよで。資金調達のする力もあるでにもかかわらずこれを支援すると私ねあのずっと見てきてるんですけどねあの先ほど言いました2012年の時はですねあの名前が違ったんですよねあの時は円高がちょっと問題になってたんで円高対応 ファシリティっって言ったんですよねその後は海外展開支援ファシリティって言ったんですよね、でもう名前が開けたのが、今度は成長投資ファシリティなんかね、看板はね、いろいろ変えるんですよ、で結局やってることは同じで、えー、必要があるかないかわからないところの海外あの M&A 支援なんですねであの、国際協力銀行とか政党銀の問題っていうのは、いろんなご議論があってですね、いっぺん整理しようかとかもあったわけですよね。 で思うのは、こういう企業そのものが支援してほしいと、どうしても欲しいというよりも、j ビ i c が自分たちの存在意義をこうあら示すために、絶えずどこかの企業に支援させてくれ、支援させてくれってね、話を逆に持ち込んでやってるんじゃないかと、もうどう見たって必要ないですよね、あのそれぞれの企業は。 C というなら JPIC が噛んでくれてるから、ちょっと名前がね、信用度が上がるかもわかんないぐらいのもんでね、その先ほど麻生大臣と確認した2つの点で言えば、必要性がほとんどないところをやってる理由としては、相手先が支援を望んでるというよりも、JPIC そのものが自分たちの存在、なんかやらないと、前みたいに JPIC いらない、国際協力銀行いらないとかね、整理しろとか言われるから、そういう理由でやってるんじゃないですか、違いますか。 林副総裁、あのいろいろご指摘をいただきましてありがとうございます。あの私どもはあくまで、えー、各企業の要請に応えて、えー、一般金融機関の補完としてあのさまざまな融資を行っております。でその際には日本国にとって必要な重要な資源の確保でありますとか、我が国企業の競争力の向上とか、まあ、そういった、えー、国の政策に沿った。 形で融資を行っているということでございますので、ぜひご理解いただきたいと思います大門三岸君、えー。もう日本国にとって役に立ってないと思います。で、あの最後の資料、せっかく配りましたんで、これはもうあの質問を求めませんが、ご紹介だけしておきます。あのこれは何の資料かといいますと、外為特会からですね、j p k への貸し付け残高。 ですねでえー、その利回りが3、えー、つ目の段にありますが、0.52%、安倍政権が始まったときで言えば、25年度末で言えば0.52%でございます、で外為特会が、えー、外貨建てで資産運用利回りした、一番右の欄ですけど、まあ、特に米国債での運用が中心なんですが、これは2.09%です、j ビ i c に貸し付けると0.52%しか、えー、利回りにならない。 でえー、米国債を含めて、そういう運用すれば2.09%、差額は1.57ですね、25年度で見ればですね、ほかずっとそうなってます、ただし30年度末だけ、えー、外貨建て資産の運用利回りが下がっておりますが、これはアメリカの FRB が利下げをしてきたという関係で、ちょっと得意な事情で、大抵はもう JPIC に貸し付けることが、えー、利回りが、 少なくななくくるるとと他で運用した方が高くなるとつまりこれだけね、外為特会でのお金がですね、損をしているというか、損失を生んでるということになります。ですから、j b ックのちょっと融資というのは、でなく、まあ、米国債でやれやれと思ってるわけじゃないですけど、他の他の運用を考えていればですね、もっと外為特会、えー、の運用収入があって、それを、 他の国民的なインフラとかですね、中小企業支援に回すことができたのではないかというふうに、えー、ただの支援にお金を回してるだけじゃなくって、国の富と言いますかね、国のお金が損をしているのではないかというふうに思います。この問題また取り上げてきますが、えー、今日はこれで終わります。ありがとうございました。